こんにちは、ボラキーです。海だ。な季節到来ということで、乗っかっていきましょう。マックスファクトリーから販売されました。アーチャー・アルトレア・ペンドラゴン、です。このフィギュアは第1サイリエの立体化ですね。アルトリアの水着はホローアタラクシアのを思い出しますが、FGO 版ではブラトップが変更になってますね。サイリンごとに3種類の水着がアルトリアにはありますが、最終サイリンへはこの水着ですね。アルトリアの水着はやはりこのデザインが印象に残ってます。元絵は海が背景なので、箱も眩しいくらい夏の海になってますね。では早速中身行ってみましょう。水着アルトリアの第一再現を忠実に再現したフィギュアですが、なんとなく物足りない印象ですね。エクスカリバーや水鉄砲もよくできていますし、塗装も綺麗ですし、台座も凝っていて大変よろしいのです。マックスファクトリー製の水準で作られているのですが、なんか物足りない。ちなみに胸がというわけではないですよ。アルトリアはスレンダーではありますが、体幹はがっちりしているイメージがあります。その点で腰を絞りすぎてるかなと感じます。体で気になるのはそれくらいですが、目を引く部分ですので余計に気になりますね。お尻の肉付きもアルトリアらしくていいのですが、腰が細いのでお尻が大きく見えてしまいますね。こんなに腰が細かったかなと元絵を見てみましたが、元の絵はがっちりとした体感を感じましたね。比べるとこのフィギュアはくびれが深いです。凹凸に乏しい体つきですし、フィギュアとしての見栄えを考えた結果でしょうかね。武器以外はとってもシンプルなフィギュアですから、それだけに難しいフィギュアだと思います。加えて肩が水泳選手みたいにがっしりしているので、腰の華奢さが目立ちますね。お顔も竹内絵からは微妙にずれてますね。アニメの設定画みたいなお顔です。グッスマ系のアルトリアはこういう顔が多いですね。レーシングとか15周年とか英霊清掃とか似てないわけではありませんが、真っ黒いまつげがはっきりしすぎてる印象を受けます。アルトリアは山ほどフィギュアが出ていますので、どうしてもいい顔のフィギュアと比較してしまいますね。個人的にアルトリアの一番いい顔はプラスワンのレーシングセイバーですね。最近予約が始まったキャストリアもいいお顔だと思いますね。とはいえ今読みアルノハデコマスですので、やはり一番に推したいのはレーシングですね。このアルトリアもアニメ版の顔と考えたら悪くないとは思いますね。水着の色も気になるところですね。アルトリアの水着は白のイメージでしたが、このフィギュアは銀が結構入ってますね。造形としてはリボンを含めて大変いいです。この色は濡れた感じの演出なんですかね。白い水着が濡れるとこんな感じになりますが、水鉄砲でのサバイバルゲームをしてるイメージですかね。だとしたらぜひ仲間に加えてほしいところです。ホローアタラクシアの時は白のチューブトップで、リボン付きのビキニパンツに比べるとあっさりしていましたが、背中にはリボン、肩紐もついたので FGO 版は見た目もバランス良くなりましたね。まあホローアタラクシアのシンプルさもセイバーらしいので好きですけどね。髪型はおなじみの三つ編みを巻いたシミオンですね。
激しい動きだろうが濡れようが乱れないでしょ。ですが、前髪とお土産髪がしなっとなってますね。濡れた表現ではないですが、少しぼさっとした感じは水辺ならではでしょ。巻いている髪の方はカッチリしてます。エクスカリバーと水鉄砲もよくできてますね。合体して銃剣にできるギミックはありません。2つのタンクに入っている水も同調してますね。中にホースも見えたりして細かいです。ツヤのない肌にキラリと光る爪が目を引きますね。FGO で健康になったブラトップをアップで、カップのカットが意外に攻めてますね。このフィギュアで一番面積が多い肌の塗装は、飾り気がなく真面目な塗装ですね。肌美人なアルトリアには最適ですね。台座は波打ち際ですね。欲を言えば白波部分がもっと欲しいかな。白波が薄いとドローンで上空から撮ったみたいに見えちゃいます。こういう凝った台座はいいですね。あまり見ないのでもっと増えてくれたら嬉しいです。ではアーチャーアルトリアペンドラゴンの動画を締めましょう。フィギュアの出来はマックスファクトリー製だけに大変よろしいですね。それだけに細かい部分で引っかかりを覚えましたね。このフィギュアは発売当初に余っていたのか、かなりディスカウントされていましたね。実は私も半額以下で購入しました。私は新品で買いましたが、現在の価格は中古で定価くらいのようです。アーチャーアルトリアの第一サイリンカードイラストフィギュアは、このフィギュア以外はブライズが1体あるだけなので、純粋なアルトリア水着が欲しい場合はおすすめですね。この動画で重箱の隅をつついてきましたが、出来はとても良いフィギュアなのです。昨今では水着のフィギュアが2万円を超えるのも珍しくはない状態ですね。このアルトリアは実にシンプルですが、付属品も抜かりはなくしっかり作られており、3年前のフィギュアではありますが、今のフィギュアと差は感じませんね。それでいて中古品ではありますが安く買えるので、夏のお供にいいですね。私の家にはこのアルトリアのように純粋に涼しい格好の子はあんまりいないので、いい清涼剤になってますね。肌の露出はそう変わらないのに、水着だと涼しく感じるのは不思議なものですね。水着サーバントのフィギュアだとオキタジェイに期待しているので、案内が早く来るといいなというところで、ではでは、ご視聴ありがとうございました。また覗いてくださると嬉しいです。